こんばんは、ブータロでーす。今日はですね、FFRK のガチャ動画を撮りたいと思いまーす。この動画一瞬で終わるので、皆様お付き合いください。あとですね、開かないうちになんとこのね、ちょっとブータロはずっと密かに狙っていた、このラッキー装備召喚、第2回のピックアップを引きたいと思いまーす。その前にですね、こちらの、なんかコラボしてんのかな？初回で11連が無料ということで、まぁ、ちょっとこっちを引いてみましょう、一回。ということで、何がもらえるのかな、これ。そんなに、かなり特化した武器はなさそうなんですけど、まぁ、無料なんでね、ここは、引いときましょう。あ、なんか出てる。はい、1個だけ出ました。飛ばしましょう。なんだこれ。共通の武器、敵全体に4回連続の生属性物理攻撃プラス高確率で暗闇を付与ということで、アバロンの、あれが当たりましたね。OK。今日の本番は、こちら、今日までなんでね、今日までちゃう、明日までか。明日までということで、もう今日引いとこうかなと思ってます。で、今回ね、こんな感じでいろいろあるんですけど、プルタロはね、なんせ、鉄壁とかタイラスとか、そっち系の、あれが当たってくれると嬉しいなと思ってて、防御系を上げれると、だいぶ助かるので、こちら、引いていきたいと思いまーす。そう、しかも25個でね、引けるから、これほんと激アツ。拡張しましょうか。OK。ということで、何が出るかな。来お願い。とりあえずね、揺れるのは確実やから。おぉ !3 つも出た。イエーイ、3つ3つ。さあ、2時まで飛ばしていきまーす。あ、なんやろ、めっちゃ怖い。緊張する。かんざし。ドリル。ああ、出へんかな。うわ。やばい、これ叫ぶじゃない。持ってんだけども。ということで、超必殺は、ラムザだけでした。三つも出たのにな。残念すぎる。これはエドガー。なるほど。ルールーのかんざしか。T 時間、味方全体の魔力アップ、魔法暴力をアップ。ということでした。鉄壁とタイラスが欲しかったのにな。残念。悔しい。もう引かれへんもんな。残念すぎる。物理補助ってさ、何があんの？これはさ、出てこへんのかね？出てくんのかな？
もしかしたらこの中にも鉄壁とか入ってんじゃないの？入ってんじゃん。タイダスは？タイダス。あ、タイダスは入ってないんだ。なんで？入ってないのか。入ってないね。いや、でもね、ここは引いとくもいらないか。いや、引いとこうかな、一回だけ。出てくるかもしんないしね。ということで、これも行きたいと思いまーす。ということで、合計33回も引いてる。最近全然ミスリル貯めてないのに。いいや、行きます。お願いしまーす。鉄壁、鉄壁、鉄壁。あ、また3つ来た。何が来るかなー。もう叫ぶはいらないよ。あ、怖っ。鉄壁来てください。これ何？これ。何これ。あー、残念だったよ。あ、でもフランの超必殺が来た。7連続遠距離物理単体攻撃とフルブレが来ました。これは当たりかな。結構当たりだけども、鉄壁来てほしかったな。これはアーバイン。あー、超古い武器やね。これ素早い10連続ショット攻撃。バレット、敵全体に3回連続の雷属性遠距離物理攻撃と。なるほどね。あとは、ということで33回も引きましたが、まあ1回はね無料だったんで、実質は2回引いた感じですかね。やっぱ鉄壁とかそっち系は全然ブータロの端末には来てくれない。今どうなんやろ、そんな使えへんのかな。でも絶対あった方がいいよね。まあそんな感じで、まあ専用武器増えただけいっかということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。そしてですね、以前フレンド募集させていただいてたんですが、まあ調子乗って100名とか言ったけど、まあ100名も集まるわけがなく、でも応募してくれた方たち、ありがとうございました。で、まだちょっと申請行ってないので、そうだな。今日中に、申請しに行きたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。遅くなって申し訳ないです。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。またねー。バイバイー。